こんにちは、僕たちは韓国人バンドリアルティです。こんにちは、ヒゲダンのクライベイビーです。この曲を選んだ理由は、今までのヒゲダンの曲の中でなんか一番特別な曲だと思って選ぶことになりました。基本的な調を教えます。4人の日本のバンドです。事務所はラストラムミュージックエンターテインメントが、レイブルはポーニーケニンのアイロリーです。この曲が元のヒゲダンの曲とちょっと、これがヒゲダンかなってなんか感じられる理由って、この曲もアニメの OST なんですけど、そのアニメのテーマとかを考えて、ニュースでもヤンキーって書いてて、ちょっと中二病みたいにちょっとその強い感じを入れたかったって書いてました。前のドラえもんと全然違う、ね、確かにアニメのテーマに合わせてなんか変化無双な感じでちょっと進行する感じがありますね、うん、そのアニメがタイムリープ、12年前と現在となんかいたり来たりするイメージも曲で音楽的に入れたって書いてました。それでそれを考えながら曲を聴いたらもっと楽しそうと思います。じゃあ行きましょう。진짜웅장한웅장한느낌요란단그런느낌이잖아요이배경이애니메이션의배경이랑똑같이약간재미난느낌인데그리고약간구미바에서뭔가 이야기실때다마스인사도멋있구나이미지가정말진짜그니까 완전상남자가됐어 달달했어여기서부터약간희게당했어아그쵸계속조가왔다갔다하는느낌이있어こういうポピュラー、ポップス的な音楽を作るときは、覚えさせやすいように、いろんな装置っていうか、いろんなことをさしますけど、まあ、パートが変わるときに、ルーを置いたり、ダン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 ってみたいなセッションを入れたりするんですけど、この曲はそれがなくて、変化はめちゃくちゃあるんですけど、聴、く人たちが追いかけれるように装置、みたいなことがあまりないんです。その領域を諦めるほどなんか入れたかったメッセージがたくさんあったんじゃないかと思います。今までヒゲダンの曲は流れる状況が少しずつ見えたんですけれど、この曲はラグビーボールみたいな、どっちになんか行っているか全然なんか分からないですか。それと僕はこの曲を聴きながら特にギターに集中したんですけど、ギター奏法とかベースの奏法にメタルから R&B とかネオソウル系の演奏法が全部入ってて、この曲の変化を全部ギターで表したんじゃないかなと思うくらいすごい曲だと思ってます。근데이렇게세게움직이면서부르는거처음봐가지고좀놀랬어이이음이근데라이브에서도이렇게될까요뭐액션그치뮤직비디오니까액션위주로했을수도있프리텐더같은건되게많이움직이긴하던데와되게움직이면서돼근데마이크를이렇게벗어서움직일수가없을거야마이크신기하잖아하늘을뚫어버리잖아지금와아우리온거야나 사비の終わる部分近かったリベンジみたいな
2回繰り返せるんじゃないですか、うん、それがなんていうかこの曲のフックみたいな役割をしてくれると、うん、フックではないんですけど、まあ、多分唯一がこの曲の一つの覚えやすい部分になってくれてるんじゃないかなと思います、うん、この曲をなんか理論的に接近しても結構いい勉強になるし、うん、楽器的に総合的に接近しても結構いい曲になるんだと思うんですけど、なんかこれでこんなかっこいいメロディーが乗せるっていう感じはずっと考えてて、やっぱりこれは勉強不足かなと、うんうん、ヤンキーみたいなそういうなんかアニメの雰囲気もよく入れて、曲のキーを変わることが12回ぐらいなんですけど、インタビューで鬼のように変わってみろって書いてました。それでなんかタイムリープを説明した感じなんですよね。死ぬタイミングに花が降ってられるのは、いろいろ힘든데。リバーエンジンローバルイントロシーン。ほんと、엄청높아요。うん、계속だよ。わぁ。やっぱりヨドルソン같지않아요？うん。何やねん。그리고지금、リズム。この曲はヨドルソンみたいに音が行ったり来たり行ったり来たりなんで、さっき12回ぐらい編曲したのにどうやって音を合わせるか、それが珍しい。なんかオプティマスプライムになるのかな。My name is Optimus Prime。 이거지금도시때문에깨는거잖아。이건훅으로가야돼。이건어떤부분이야？마이네이건브릿지라고가야돼。브릿지라고가야돼。일본어로띄는근데브릿지다음에또나오잖아。진짜그통제를끊지저런기타소리브이이거너무와진짜8점이던데8점역시8 DM 아니한번더여기베이스가하이노트쳐줄때너무좋아요이런때브릿지에서할때정말爆発した後では静かにしてなんか雰囲気をちょっと握って構成が一番いいと思います、うん、なんかそれ休憩がないと多分聴く人も最後までなんか疲れる。それとこの曲この部分がちょっとギターの響きがちょっとおかしいなっていう思ったことがあります。なんかアコギの音が普段アコギから鳴ってない音が鳴ったり、音自体を下げてチューニングする奏法が使われたんですけど、そうしたらここだけちょっと特別な音が鳴って、ここを強調するポイントになります。だからこの MB が流れる時、アコギとかギターのところは映してない、そこをベースが弾いて、そのほどそこをベースだけ弾く。あー、その方法もあるんだ。やっぱりなんか音楽はルールがない。지금약간불안정이라고하는이가사의이부분에서장조가바뀌면서뭔가그거를살렸다고하더라고요。確かに가사하나하나에도좀생각이그렇다。진짜생각많이하고있는거같아。회사에가진짜그때도이야기했었는데원래보컬아니었잖아요。예술이까지했을때는보컬을왜안했지아직도진짜탁월한거잖아요제모습이。그게각성인데갸날뛰면서어리고뭔가소년의소리였어。와진짜음어떻게잡지진짜계속그냥계속바뀌어근데와음정할때진짜한번나가면돌이킬수없을것같아。커버형은얼마없을것같아요음정이렇게늘어서그러니까오갓고이どうでしたか。ヒゲダンとして初めて見たイメージとか雰囲気がありましたけど、その中でヒゲダンのオリジナルのそういう雰囲気も持っていくのが、自分たちの構成も忘れないようにして、新しいなんかチャレンジした部分もあったし、それがなんか全部よく混ぜたと思って、やっぱり天才かなと思いました。売れるポピュラー音楽の特性とかがあんまなくて、あのバンドだったらアーティストだったらそういうこだわりも必要なんじゃないかなと思いました、うん、まあ、あの売れる自信が
だと思います。うん、今まで作った構成を変わってみたことはめっちゃ難しいことだと思うんですけれど、うん、雪も素晴らしかったし、泥をぶつけてもっとレベルが高くなることを見せたと思いました、うん、僕は今度なんかギターだけに集中してちょっと見ることになったんですけど、この別の色を混ぜて自分の色にするっていうことすごいかなと思って、それともう一つはギターの方が使ってたギターがもともとはあんまり MB とか出てない高級のブランドのギターなんですよ、うん、ジェマティスっていうブランドで、それを見るとあ、ヒゲダンがこんな立場っていうか、うん、こんなレベルまで行ったのかなと感じることになった気がでした。もう聞いてなんかいやそれもできるんだ、やっぱり音楽はルールがないとかなんか感じていい勉強になりました。ありがとうございました。もしよかったら僕たちのチャンネルを登録していいね、アラーム設定お願いします。今週も見てくれてありがとうございます。また会いましょう。あー、傘はいらない。